山崎まさよし。いやいやいや、どうも、まさよしさん、おはようございます。大成功じゃないですか、これ。ねえ、いやもう、結構前からスタンバイしてくれてたんですよ、ここにね。ずっと後ろに。ずっと後ろに。後ろにいました。はい、聞いてました。はい、今回ね、レディオモンキーズとして、レディオグーグー参加してくださっておりますけれども、はい、いかがでしたか、参加してみて。はい、結構バラバラに、はい、やったんですけど、ええ、うまく編集されているなという印象裏から見てて思いましたけどなるほどなるほど、まあ後ほどまたスタジオの方にも雅也さんにはお越しいただきますので、はい、あれそのギブソンのギターは雅也さんのギター？いやもうね、俺ちょっと酔っただけなんですけど、たまたまね、いやいや、あれギター持ってき、もう本当興奮してね、鼻にメンチョできてしまいました大丈夫です。今日は大丈夫ですから。ですか、はい、あれなんかこのいろいろなんか楽器的なものとかいろいろ。いやいや、もうただね、酔っただけなんですよ。皆さんどうですかこれ。ずるっと酔っただけなんですよ。ちょっと山崎まさよしさんの歌聴きたくないですかこれ。まさよしさんすいません。ぜひ。じゃあよろしくお願いします。OK! 山崎まさよし、メニューライアイオンに吠えろみたいな。突然すいませんね。つまりは単純に君
のこと好きなのさ。毎回毎回そんなにいつも会えないから、一人で考えてなって、にっちもさっちも行かない現状で、ちょっと行こうなんてそんなに簡単に片付かないから、こっちもそっちもどっちも毎晩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 会いたい、頑張ってみるよ、やれるだけ頑張ってみてよ、少しだけなんだかんだ言っても、つまりは単純に君のこと好きなのさ。当たった方ですね。おめでとうございます。どうも山崎まさよしです。ここは ESP という、まあギターん専門学校ですね。専門学校になるんですかね。ですけれども、表にね、ギターが飾ってあります。何本かパクっていこうかなと いいギターですよ、あれ、オールドのこれ見よがしに飾ってあったんで何本かもらっていこうかな多分初めましての人の方が多いかもしれませんよね、ひょっとするとね。僕はMC 大して面白くないですよ今日はやってくれって言うんでとりあえず来ましたけれども、でもこう結構いろいろあれですね、若い方多いですね。若い方もこの学校の生徒さんとかおられるんですか？いねえいねえ、なるほど。それでは今日ですね、多分皆さんもね、会ったのもここで会ったのも何かの縁でござるよ何かの縁でござるから、ちょっと少し恥じらいを捨て、歌っていただく最後ね、分かりやすいフレーズをやるんで、みんなで最後ね、最初は俺が歌うからね最後の方一緒に歌ってくださいね。いつもハイエンドロー、心は忙しい、いくつになっても誰かと背比べちゃって、考えてみたら単純な問題でもなぜか遠回り、でもなかなかまあいいこといかないね、心配いないさ、君らしさなんてほっといたって、瞳でにあふれ出す僕はいつだって同じ空を見ているのさ、そしてずっとこの先も青い夢を描いてく
くのさ。泣いたり笑ったりしながら、東京に生まれて阪神を愛しててもそれはそれでいい。こだわることもたまには大切なのね。そのままでいいさ。イメージの世界はいつでもボーダーレス。どこにも境目のない空の下で出会ったのさ。そしてずっとこの先も同じ空を見てゆくのさ。つまずいてみたりしながら、Let's make everybody get together.Let's make everybody get together. Come on now, we are better together. Let's make everybody get together. Let's make everybody get together. Let's make everybody get together. Come on now, we are better together. 僕らはいつだって同じ空を見ているのさ。そしてずっとこの先も青い夢を描いていくのさ。どこにも境目のない空の下で出会ったのさ。そしてずっとこの先も同じ空を見ていくのさ。La la 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 FM802 ホリデースペシャル、ドコモスマートフォンアクセスラディオグーグー、落合源太郎と野村雅夫と人を夢がこの後夜7時までお送りしていきます。はい、そんなラディオグーグーにですね、この時間からは、はい、先ほどもメッセージ届いておりましたけれどもね、スペシャル DJ としてラディオモンキーズのメンバーでもありますこの方が参加してくれております。どうもこんにちは、山崎正義です。どうもこんにちは、よろしくお願いします。ね、よろしくお願いします。先ほどは正義さんね、すみません、通りかかっただけなんです、
いや結構スタジオまで押しかけて、その割にはあのねちゃんと準備もして、ね、ギター裸で持って歩いてらっしゃる、ね、あれそれ肌目立ちましたね声かけられました裸で持ってた素手でね、うん、なんかやるんちゃうかなケース入れてねえよみたいな、ね、寒空あのまあ、晴れてよかったですね。そうですね。どうでした、あのサプライズっていう形でお客さんの前に出ていらっしゃって。そうですね、うん、結構多かったんで、何数年前というか、うん、サプライズで、はいはい、もうサプライズはもうたくさんだと思ってたんですけど。そうですね、八丸院のイベントでもあれね、結構ドキドキするんですよ。そう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 、サプライズと言われてて、それほどサプライズになってなかったらどうなんでしょうか。その心配が、ね、バレてたらねとかね、バレてたりとかありますね。ああいうのがありますからね。もう今日はあの山さんなんて声かけられて。そうですね。刑事かと。もう正義さんの冷静なツッコミがさえ渡ってましたよね。いやでも素敵なね本当にライブで、そしてあのメッセージでもねすごくいい思い出になりましたっていう、うん、はい、はい、最後みんなで一緒にねちょっと歌ったりとかしましたけどね、うん、そうですね、あのみーこさんも BBS に、夕食の用意をしながら楽しんでいます。まあ多分ライブは行かれなかったと思うんですけど、まさやんのトークおもろいです、スタジオでもトーク楽しませてくださいですって。いやもうねもう自然の成り行きに任せましょうね。自然の成り行き、もう今日ここに来るっていうのも結構突然な、はいはいはい、なんかあれやったみたいで、ええ、今度はまた南森町界隈をちょっと歩いていたという感じ。そうですね、またフラッとスケボーしてたんですスケボーしてたんですそれは目立ったでしょうに。いやもうあっという間にここの駐車場までガーッ入っていって吸い込まれるようあれ802やみたいな、うん、寄っていこうかなって、ありがとうございます本当に。最近の正義さんの活動とかそれどんな感じなんですか。最近ちょうどですね、これもですね今度5月の頭に2日ですね、はい、シングルが出るんで、はい、ちょうどその作業がこの前終わりまして、うん、お疲れ様でした。そうですね、そういうのとか、うん、それとまあこのレディオモンキーズもやらさせていただいたりとかですね、はい、ありがとうございます。ちょくちょくなんか、うん、水面下で、はい、水面下でバタバタして、はい、上はちょっとクールに、はい、水の下はバタバタして、白鳥のように、白鳥全然優雅じゃないですね、なるほど、わかりました。まあ今日はですねこの後もたっぷりと番組にお付き合いいただきたいと思いますが、はい、すね、まずはここで1曲、お送りしたいと思います。じゃあゆめちゃん紹介してください。はい、わかりました。山崎まさよしさんでホーボンウォーキング。FM82 ホリデースペシャル、ドコモスマートフォンアクセスレディオグーグー、野村雅夫と、おいえ、落合健太郎です。紀藤夢と、そして山崎まさよしでお送りしております。はい、結構メッセージもねたくさん届いていまして、はい、いただいて紹介したいと思うんですけども、さっきなんか BBS にはね長崎の佐世保から聞いているという方もいらっしゃる、はい、いらっしゃいましたね、かと思えばですね、はい、近い方もいらっしゃるんですよ。こちら南森町の職場で聞いていますと。あら、すぐそこですね。お住まいはね吹田の36歳の女性の匿名希望の方なんですけれども、なんかねこの祝日なんですけども、お仕事中ということで、まあ、802にじっくりと耳を傾けていたら、まさやんの声が何と、ほうほう、イベントにスペシャルゲストで出てたことを知ってショック、うん、申し込みすらしてなかったと。でも今日、うん、まあ実際僕らも南森町にいますから、うん、こんな近くにまさやんがいて、まさやんの生声をラジオ通して聞けてよかったと、うん、これからも応援していますという、これねもうちょっとね早く気づいていれば、うん、もしかすると正義さんがスケボーで来るところもね、うん、見れたかもしれないですけどね、初に目撃できたかもね、この華麗なねちょっとね電話ボックス前でこうちょっとおっとガタッとね、ちょっとこうジャンプとか見れたかもちょっとやらないでしょ、やってないですやってないできません、やってないです、ね、できない、怪我します、怪我する、まあスケボーの話で、ね、あれですけども、ね、趣味とかってまさみさん音楽以外なんかあったりするんですか。僕ね、うん、あれですけど去年とか結構ね家庭的でね、はいはい、梅干しつけたりし、ああ、ぬか味噌つけたりとかしました。家庭的、結構家庭的で、まあ、趣味というか実益も兼ねてという、たまたまうまくいったんです去年は。梅干しですか。そうそう、だから今年もね、ちょっとね、南高梅買ってね、つけたろうかなと思う、梅雨明けから。難しいんですか梅。あれ結構難しいと思いますよ、塩加減だね。塩加減といろいろね、ホワイトリカーを入れるとか、まあ最近インターネットでね、方とか出てるんで、それを見ながらこうやるんですけどね、
赤じそ買ってきたりとかね。でちゃんとこう季節のもんなんで、非常になんかこう感じやすい、季節を感じやすいですよね。ああ、なるほどね。なるほど。敏感になりますよね。敏感になって本当にベランダに干してね。結構いろんな工程があるんですね。いろいろちょっとやるんですよ。はいはいはい、なんでそこに気をつけようと思ったんですか。あのね、たまたまね、なんか青梅をちょっとね、買ってきてくれって言われて、はいはい、青梅買いに行ったら南高梅が出てて、うん、はいはいはい、それが1キロ1000円とかやったかな。ほうほう。で計算したんですよ、最近梅干しって買うと高いでしょ。高いんですよ、以外ね。だから計算したら全然自分でつけた方がええやないかっていう結論にね、はいはい、ちょっと行ったんで、はい、まあちょっと先の、ね、季節的には先の話になりますけども、はい、皆さん楽しみ、なんでやねん違う、楽しんでもらってもしゃあない山崎梅がね、できるかもしれない。山崎印で、山崎印で、もしかしたらあのライブ会場で、はい、そうですねそこまでする量多すぎる、ベランダ埋まりますよ。ベランダにね、出れない、出れないね。まあ今日はですね、まあ梅もそうなんですけれども、はい、ラジオからセロリが流れてきてっていうね、はい、メッセージが、黒美さんから届いておりますけれども、掃除機を止めた瞬間にあれ、ん、あれセロリ、これいつのライブバージョンかな、今日なのと、この方もびっくりしております。黒美さんもね、こんな至近距離だったんだっていうね。ね、結構至近距離でしたね。至近距離、至近距離っていや、まあサプライズですかね。まあ、ね、いろんなとこでサプライズされてよかったですね。掃除機止めてサプライズ、掃除機サプライズっていうか、いろんな家庭で多分サプライズが起こってましたからね、今日は、うんうん、そういう意味でのあれでしたね、うん、でもラジオはでもね、一発ですぐそうなんですよね、うん、声でバレるっていうのも、うん、なかなか小気味もんですね。小気味、小気味何が言いたいんですか。はい、さあそしてですね、うん、5月2日の太陽の約束楽しみですというのは、阿部野区の23歳の女の子パウリンさん、はい、まずこのレディオグーグーにもちょっと質問いただいていてですね、歌い出しからまさやんということなんですが、一番最初に歌うっていうのも緊張するもんなんですかっていうメッセージを伺ってますね。そうですね、これまあレコーディングはまあ結構皆さんね、はい、違う日で、はい、日をその違う日でこういろいろ撮ったんですけど、最初って聞いていいんですかって、はいはいはい、いいですよ、次でもとちょっと譲って、3番目ぐらいでもいいですよでも最初っていうのはちょっと責任感じましたね。歌い出しって色が決まりますからね。そうですね、いやでもやっぱりまさゆさんの声でスタートするっていうのがなんかすごく印象的で、うん、そうですよね、まあ、さっきの話じゃないですけどね、ラジオからまさゆさんの声が聞こえてきて、うん、一発でやっぱ気づくっていうね、うん、あ、うん、小気味いいもんですね。小気味いいですね。してやったりですね。出ました出ました、してやったりがそう言いたかっただけですね。小気味はまた違う、小気味はねちょっと違うんじゃないかというはいはい、正解も出ましたよ。でも今回そのレコーディングの歌入れ、まあ歌い出しの順番もそうですけれども、うん、出来上がったの、うん、歌入れの時も早かったんですよね。そうですね、それも、はい、寺岡さんの、まあね、はい、ディレクションも早かったですし、で今やっぱ機材も発達してますしね、はいはいはい、なんか僕のその日はな、機材トラブルがあったかなんたか、なかなかレコーディングも、うん、やっぱりその曲によってね、うまく進んだりとかもするんでしょうけど、うんうん、非常に小気味かな。小気味これどこで正義さんは収録されたんですか。これね、吉戸さんの、はい、プライベートスタジオ、はいはい、うん、都内某所にある、はい、クライベイビーですよね、クライベイビースタジオ。どんな雰囲気なんですか。雰囲気はですね、基本、ちょっとそうですね、クラブに似てます。クラブなんかね、怪しい、なんやろうな、ちょっと怪しげなんですか。ビップルーム、そうそうそう、なるほど、暗いんですか、ちょっとゴージャスな感じ。そう、なんかね、吸音材の色が赤いんですよね。あ、そうです、赤みが出ると、確かに、赤くて、これなんか占ってもらおうかなみたいな水晶玉出てけえへんかなみたいな、そういう感じ。なんか歌うムード変わってきそうですね、そんな中で。まあ、非常にムード大切な人もいますしね、そうですね、お答えてくれとかいう人もいますしね。歌入れの時にですか。
いろんななんかもうスタジオにいろんな、僕一回なんか自分が入ったスタジオでその前にろうそくが消えた跡があった。誰が撮ったんやろみたいな。どんなコンセントレーションの高め方をしてたのか。そういうのありましたけどね。まあ、確かあの、クラブベビースタジオの様子はね、あの、八幡のホームページからこのアクセスのところに ね、チェックしていただければ、その赤みをね、そう確認できるかと。できると思うんですけれども、ね。どんな赤やろみたいな。ねえ、ありますか。そうそう。マサルさん歌を入れた時はできてる状態はまだ宮田さんの歌が入ってるぐらいの段階で、まだそのパズルの全体の全貌は、もうで今日多分ね僕出来上がった PV 今日見たんですよ。非常にあのよく編集されてて、みんな仲いいんじゃないのバラバラに撮ってるけど、いやでもすごくそういうこうなんでしょうね、震災以降やっぱりこうみんなでこうなんか集まって、なんか音楽をやるっていうそのコンテンツをね、やっぱりその提供してもらって良かったですよね。見えるにしてもそれって、全然その録音してる日は違うけど、あれだけあの PV でこう一緒に歌ってたりとかするっていうのは、なんかやっぱりちょっと励まされるとかあるんじゃないですかね。なんかこうバトンを渡していくようなね、そうですね、この、7組のアーティストがこう1曲に参加してるっていうのはね、すごく聞いて、もう今日も何度もこうオンエアされてますけれども、きっと皆さんもですね、こう春の風を感じたり、なんか暖かさを感じたりとかして、いるんじゃないかなと思いますが、ではですね、そんなマサルさんの魅力を満載な FM80 にこの春のアクセスキャンペーンソングをちょっと聞いてみましょうかね。寺岡雄人さんプロデュース、山崎マサルさんの他にもデフテック福原美穂、三浦大知、サリュー、宮田和也さん、そしてスペシャルコーラスにゴスペラーズが参加してくれています。まず歌い出しですからね、これね。そうですね。あ、そうなんですね。トップバッターですからね、これ、いやドキドキですね。小気味いい感じを聞いてみましょうか。はい、じゃあ聞いてみましょうか。ラディオモンキーズ、ラディオグーグー。
お送りしました。そして引き続き、はい、山崎まさよしさんにはね、スタジオにどうも本当によろしく。いや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 いいですね。あの、はい、今ずっと聞いてましたけど、はい、ビデオクリップもすごいね、何ですかね、ちょっとアニメーションも入ってそうですね、入ってますね、うん、すごくいい質感というか、うん、みんなの歌みたい。あそれでもね、そうも違うからイラストの雰囲気はそうね、そういう、ありますね、あれはレコーディング終わった後に、はい、じゃあビデオクリップ用にちょっと映像撮るんでって言ってギター持ってちょっとポロロンと、そうやね、オタクのプロデューサーがね、あの人だ、あの人だ、はい、Tさんがね、Tさんが、ああ、でもうまい具合にやっぱスタジオやったからやりやすかったですけどね、楽器もあるし、うんうんうん、そうですね、ちょっとギターをこうね弾きながら、そんな映像も見ることができますけどね。そして正義さんのメッセージもたくさんいただいてますね、はい、BBS ゆかちんさんが、正義さんのミュージック願望毎週楽しみに聞いていたのを思い出しましたと、大好きでした、マサヤの DJ また聞きたいななんていうのも、うん、あれも大変やったんですよね。そうなんですか。もう毎週ね、毎週なんですかね、セッションさせてゲストの方と、そうですよね、で僕も初めて会う人とやらなきゃいけなくて、もう今度初めましてほなやりましょうかみたいなどうやねん、それは難しい、案外大変でしたね、なかなか息合わせるのも、そうですね、そういう毎週、そうですね、ミュージック幹部は楽しかったですけどね、あれでいろいろ勉強になりましたね、そうですよね、デビューしてちょっとしてからですからね、まあいろんなアーティストの方と一緒にこうコラボもね、その番組内でそうですね、サイドもしてましたけど、やりましたね、そうそう、外タレって言ったら海外から来られた方とか、あるいは国内 G ラブ、もう来たり、あとアーニーデフランコは、アーニーデフランコはあのこっちのライブハウスやったとか、とかね、あと国内の大御所さんとかね、はい、国内の大御所さんに限ってはやってくれない人もいます。どういうことですか。いやいや、まあいいです、セッションやし、ちょっと掘り下げない方がいい感じもありますけどね、もうやらずに飲みに行った方も、あ、しかも生放送なのに収録だったっていう、8時ぐらいからっていう、そういう人もまあおられましたけど、まあなんかよく分かる、いいね、なんか20年目の真実みたいな感じですね。今だから言える、されておりますけれども、公開放送参加してきましたっていうのは17歳の八尾市のヨッピー、女の子ですね、山崎正義さんヤバかったですと、いつも FM802 さんには夢をもらったばかりです、今日は本当にありがとうございました、顔文字がすごい光ってますか、光ってますよ、ニコニコ、そんなん来てますけど、ね、スペシャルスマイルですか、スペシャルスマイルですね、間違いなく SS ですね、 SS、 はい、言い直さんで言い直さんで言ってくださいそうですね、いろいろなんかこう入りそうな言葉がね、小気味とかね、SS とか出てますね今日発信で、まあでも何よりもグーグーでしょ、グーグーですね、グーグーね、親指を立てるようなグーグーという出来事ですけれども、何か最近ありますか、親指を立てるような、なんかグッドな感じの出来事、最近ね、まあこれまあ視圧としてですね、足つぼにちょっとこうハマってるんですよ、本当に、あのモンブランのね、あの、モンブランのボールペンのね、あの頭がいいですね、押すのにね、自分でやるんですねどっか行くとか親指じゃないじゃないですかあんまり食うじゃない、アッハーじゃないんですけどちょっとね、やっぱりね、もうこの前ちょっと40になったんですけど、ちょっとね、末端が冷えるんですよ、それでね、ちょっと押してるんですよ、あのお風呂上がりに、それをちょうどいいのないかな思ったら、あの結構高価なボールペンのね、モンブランのあれでこう行くと結構なんかあの尖り具合というかね、あれがちょっと痛くなくて痛気持ちいい感じ、グー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 、皆さん持ってる方試してみてください、モンブランの使い方としてはちょっとスペシャルな感じ、スペシャルですね、痛いとこ見つけてこう、あ、ここ気持ちいいな、あ、これなんやろ、肝臓かな、それ別に調べてやってるわけじゃなくて独学でなんとなくやってます、まあでもね、大体あの乗ってますよ、あの足つぼね、ここ心臓とかね、肝臓とか十二指腸とかね、それ見ながらこうちょっとやってみて、ちょっと十二指腸の方をつついてみようかなみたいな、あれ意
意外と痛いぞみたいな。じゃあやばいんちゃうかな。先ほどあれですね、運命つけてるでしょ。そうですね。失望してる。ねえ、もうスケボーどころの騒ぎじゃないですよこれ。かなりインドアですよこれね。そうですね。ねえ、月棒ですよね。月棒ですよね。月棒ならね、もうね。おい、スタジオ界で拍手が今起こってますよ。残っちゃうよ。うまいことで。ミュージシャンですからね。そうです。ミュージシャンですから。そうです。やっぱこれ曲をちょっと、そうですね。お届けしましょう。もう一曲、山崎まさよしさんの曲。せっかくですから、ご自身に。はい。そうですね。はい、申し訳ありませんでした。花。おかえりなさいませ。いや、小気味よく。お日柄もよく、小気味よく、ありがとうございます。何なんでしょうか。いやいや、この枕は何なんですか。小気味枕は。小気味枕。今もなんかリスナーの方もですね。来てますね。流行りますよってハスキーボイスになりたいなさんが。流行るか。もう流行語大賞ね。すごいですよ。でもサシコさんもマセアンが面白すぎてラジオの前から動けませんとかね。いやね、あのね、みんなね、あの示し合わせたように小気味ってちょっとこうしてやったりじゃないですか。面白いもんですね。僕ちらっと言ってみたら全員言いましたからね。そうですね。何も書いてもないんですよ。何もこれ挟んでこ挟んでこみたいなね。はい、いず生放送ってこういうスリリングな感じがありますね。なんかこうちょっとグルーヴがね、こう生まれつつあるというか、関西乗りな感じで、本当にもう居心地よくてもう寝てしまいそうダメですダメですよ。生放送です。生放送です。もうちょっと来てていただきたいな。まあこのね、ホリデースペシャルも7時までということなんで。そうですね。もうラストスパートに。もう50分ですか。あとね。わお。あと50分。ね。すごく、もう何時間。9時間特番です今日は。そうなんです。だから朝10時から。それはもう8時間10分が経過したですね。もう皆さんちゃんと休憩とか取らない。やってるんですか。あ、私たちですか。うん、ああ、そんな大丈夫ですよ。ね、そう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 。まあね、ちょいちょいこうね、撮りながら。おつけんさんでももうね。おつけんさんさっきライブハウスにいましたね。いましたね。いろいろこう移動しつつね。そう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 。なんかね、ライブ会場もこうオンエアには載ってないけれども、なんか小話で。そう、また笑いも取ってっていうね、したりとかですね、なんかいろいろやってる間にもこんな時間になっていくなって感じがするんですよね。でもあの正美さんもこうやって802のスタジオに本当登場していただくのはね、久々なんでね。そうですね。まあ収録とかそういったコメントでいろいろ参加させてもらってはいるけど、なかなか生放送でこんなに喋るというかね、こんなに喋らせてもらえるというか、そういうのはね、本当に久しぶりでございます。リスナーさんからのレスポンスとかもすぐ来ますからね。はいはいはい、何かちょっと紹介してください。はい、奥美さんが、私も来月40になります。そして足がやっぱりめっちゃ冷えますと。あ、そうなんだ。足つぼマッサージの後にふくらはぎと膝裏も揉むといいですよ。本職からのアドバイスでした。あの奥美さん多分マッサージ関係の人としていらっしゃるんでしょうね。ぜひね、その秘伝を教えていただきたいですね。こういうことやってらっしゃる人は最近ね、本当教えていただきたいですわ。そう、僕ね、よくオフィスでね、女性が冷えるとかね、夏場でもクーラーで冷えるって、嘘つけと思う。何言うてんだろ。何言うとんねんと。全然冷えます。一旦冷えたら戻らないっていうね、戻る気配がない。そうなんですよ。最近ですか。冷え始めたのは。冷え始めたのは、もうここ 2、3年。結構やね、なるな。でもお店行こうとはせずに、独学でやっていこうと。独学いうかね、まあ自分の体なんでね、一時それでお店行ってね、なんかやってもらっても、またそれでね、揉み返し来ても、揉み返してね、これ。寝る時とかもちょっと足冷たいなみたいな感じになったりするんですよ。それが、そうなんですよ。本当に。だからゆっくりその温めていくというか、なんかやっぱりあれですね、血流というね、体の健康を左右する何の話。そうですね。春だっつってんのにね、もう寒い寒いって指さ。いや、もうやっとだから暖かくなってきて、今日は境に。そうだ、もう今日からもうグーグーな流れが来ているという感じですね。血流も良くなるの。最近よくなる。リコピン取ってますか。リコピン。トマトジュースをね。最近のグーはそう。トマトジュースですよ。トマトジュース。トマトジュース。あのね、なんかテレビでね、トマトジュースがなんかメタボに効くって言われたから、うちの近所のスーパーからトマトジュースが消えたんですよね。すっごいですよ。結構いろんなところで起こってる現象なんですよ。大阪でもですか。そうですね。全国で。
でも同じこと考えやがってと思ってこれね、もともと僕結構トマトジュース好きなんですけど、はい、もう旗迷惑というかね、うんうん、こっちはもともとなのにっていうね、一回ねテレビでああいう風になるとね、全国にバーン行きますね。そうなんですね、トマトジュースの探しですよ、ジュース探しですよ、旅に出て、なかなかないんですよね皆さんお得用買うから、はいはいはい、缶ばっかり余るんですよ、はいはいはい、ちっちゃいですね、飲んだら缶が増えるんですよね当たり前やけどまあ飲んだら缶で飲んだら缶は増えます、まあまあ、まさか缶増える問題についてね話が及ぶとは。そうなんです、最近のグーはリコピンの、リコピン、さすがに調子いいですね。あ、そうですか、リコピングーですか、なんかやっぱり、朝とか、どっちですか、あの食塩入ってる方か。僕ね、某会社のやつは、はい、入ってないやつあるじゃないですか。あります、あります。僕あれにね、わざわざ塩入れるんですよ、うん、いやもうじゃあ食塩入りでいいんじゃないですか。いいんですけど、それが切れててね、うん、あー、やっぱ塩入ってないやつは、はいはい、ある種飲みにくいです。あ、そう、うん、でも、まあうん、入ってないから料理にも使えるんですよ、うん、いろいろ。そうですね、うん、何クラムチャウダーみたいなやつ。クラムチャウダーじゃないね、何や、トマトの、あ、ミネストローネ、ミネストローネ、ミネストローネ、はいはい、ここいつも間違うね、はい、クラムチャウダーと、その、はい、いつもってそれを、はい、料理とかにも使えるから、はい、そっちで、はい、わざわざ食塩入れてもらうんですよ、そう、結構でも料理とかもされるんですか。そうですね、パスタとかそれ入れたりとかしてますよね。まあ、マサイさん、今日のホリデースペシャル登場してから、はい、その食の話と体の健康の話しかなかったんですね、ね、基本的に身近なとこから攻めていかない。最初のスケボーのイメージは多分もう一気に払拭されたような、乗ってないですからね、スケボーなんて乗ったことないから乗ってない。まあ、なんか曲もね、なんかもう中華料理とかね、パンとかもそばとかね、セロリとかね、一気に食事がもうフラッシュバックしてきましたけどね、一番大切ですからね、基本ですね、基本です、体に入れるもんですから、体になるもんですからね、なるほどね、そうあってほしいですね、まあやっぱりね、この食からこう元気を得て、そしてそれをこう歌にして吐き出すね、はい、まあですね、リコピンからですね、リコピン系のね、うん、話題がビーンさんが、はい、リコピン、焼きトマトなんかも効果的ですよ。ああ、焼きトマト、ジュースだけじゃなくてね、はいはい、まあ、ではジュースじゃなくていいんですよ、飲みやすいからみんなジュース買うんでしょうね。なるほど、そうですよね、うん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 、丸かじりでもいいわけです、ね、まあそりゃそうですね、まあ、量いけないっていうね、ちょっと難点があるんですけどね、ね、あのね、なんかそれもいいし、あと、うん、なんかナスビもいいとかねあ、そうなんですか、うん、でもイタリア料理がじゃあいいかもしれないですね。ミネストローネ完璧じゃないですか。そうですね、完璧ですよ ね、もうトマトも入ってるし野菜も高いか言うて、はい、それがそのメタボに効く言うても、まあイタリア人みたいなのが、まあね、そんなに大丈夫かっていう、そうですよね、まあ、都市伝説みたいなもんですからね、まあ、なかなかそういうのはね、あれ運動もちゃんとしないと、そうです、運動と一緒にした方がいいです、運動してます、運動はそんなにしてないですだって梅干しつけてらっしゃいますしね、あとツボをしてらっしゃるということで、基本的に運動の要素特になかったですからね、そうですね、なんかやってたとかね、そうですね、うどんとかでもこね出したら運動になるんですよね、やっぱりでも食にはつながっていくんですね、そうですね、やっぱりちょっと足で踏むとか、うどんはお風呂で、お風呂でお風呂でやるんですかビニール敷いてね、そうそう、ビニール敷いて、そういうやっぱりちょっと力的なね要素も加えてですね、すごいですね、運動の話でうどんを打つっていうところにやっぱりね、実益を兼ねるっていうところがポイントなんですよね、そうですね、多分そうなんでしょうね、梅干しつけるにしても、ただがむしゃらに走るとかダメでしょうかダメでしょう、ダメでしょう、すぐこけるでしょう、こけないですよ、体は覚えてた、体じゃね、脳は、脳はそういうの覚えててもね、いけると思ってもすぐつまずくでしょう、あたたたって昔は何かやってらっしゃったんですか。僕ね、学生時代はね、帰宅部、うん、帰宅部学生時代はバレーボールをちょっとだけやってましたけど、もうすぐバンドに、はいはいはい、ドラマ、ね、ドラムになっていった、でもドラムは結構体力使いそうですね、そうですね、でも痩せてる人あんまり知りませんね、そう言われてみればね、パワフルなドラマ、全身運動なんですけどね、そうですよね、でもやっぱ歌うのが一番なんか体力使うんじゃないですかね、あ、そうですよね、びしゃびしゃですからね、やっぱりライブハウスとかで、やっぱそうですか、うん、ライトも浴びてるし、ライト浴びるし、うん、そういうダイエットあってもいいですよね、あ、歌ダイエット、ライブダイエット、ライブダイエット、はいはいはい、お客さんに見られながら痩せていく、はいはいはい、やっぱでもライブ後ってそんだけ消耗するもんですか、やっぱり消耗しますよ、うん、結構シュッとなってね、うんうん、
なかなかええやないかと思いました。はい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 、ツアー中とかはどんどん体重も絞られていって。そうですね、うんうん、やっぱり逆に増えていく人もいますけどね。美味しいもん食べて、地方とかでね、先々で、でもやっぱり健康管理してらっしゃる方も多いですね。もうこれぐらいの年になってくると逆にもう飲みに行かなくなったりとかして。ああ、そういう人もいるんじゃないですか。正義さんどうですか。いや、行きますね。行きますね。なんでしょう、それがないとなんか終わった気がしないですよね。あ、打ち上げがないと。今日ライブやったんかなみたいな。それ込みの打ち上げまでがライブですっていう、脳みそにそういう中枢があってあるんでしょ、満足中枢があって、はいはい、一応そこまでいかないと、はいはい、ライブやったライブやった歌った歌った歌った20曲くらい歌ったやっとそこ落ち着く。一度あのライブの後あの、はい、一回ご一緒させていただきましたけども、はいはい、僕もあの気づいた時には足腰立たなかったですね。ああ、そんなにハードなんですか。いや、もうハードですよ、第二のライブですよ。第二のライブ第二のライブスタートですよ。もう乾杯から始まって、でもうわーって話が面白くて盛り上がって、でよし2軒目行こうと、ガクーンと俺こうね、結構知見さんも強いね。いや、そうそう、名前の通り落ちましたよ、ね、落ちたね。あびっくりしました。正義さん強いんですか。いや、僕ももうでもすごい弱くなりました。抜けが悪くなりました。抜けが悪い。それはツボも押すだからさ、ね、足に来てるってことですよね。足裏に。そう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 。酒のツボとかないんですかね。酒のツボ。肝臓でいいのか。そう、はい、酒のツボって。何やそれ。酒けみたいじゃない。酒ツボやないか。焼酎ですよ。そうカメみたいな。陶器みたいな。じゃあ2日目とかに、あ、なんであんな飲んだんやろみたいなこととかもしますか。最近はすごい後悔します。後悔するというか、あ、もうちょっと抑えて、でやっぱ抑え目になります。だから割るようになります。ああ、やっぱ割るようになります。何を飲まれるんですか、焼酎も飲みます、ウイスキーも飲みます、やっぱり割りますね。割りますか。今まで割らずにもうそのままストレートでいったものもやっぱこうストレートが多かったですね。でもね、はい、あ、でもやっぱり梅干しで割るっていうのはこれ、あ、それもいいですね。あれ割るっていう、お湯割るっていう、割るというか豆乳ですよね、豆乳して焼酎。最近まで寒かったりそういうのいいですよね。最近そういう日本酒とかも飲んでますよね。日本酒美味しいですよ ね。僕日本酒を初めて飲んだのが山形にいとこがいまして、遊びに行って、でそれこそあのバレーボールサークルに彼は入ってたね、で2時間ぐらいやったことないバレーボール必死に体育館の暑い中やって、でそれで打ち上げがあったんですよ。で山形の冷酒ってもう初めてだったんですけども、めちゃくちゃ甘くて、まあ酒どころですよね。もうスーッと飲めちゃうのね、でまたこう気が立ち上がる、もうラジオなのに実演的な三四三回ぐらい、ね、すごいですね、はい、気をつけましょう ね、まあ、ね何の話なんでしょう。本当そうですよね、なんかちょっと大体食べ物の話をして終わってしまったような感じもするんですけど、音楽の話、そうなんですよ。でもそろそろちょっとお別れの時間が近づいてまいりまして、じゃあちょっと改めて正義さん、今後ちょっと正義正義さんとしての活動は、ありがとうございます。5月2日に、ニューシングルで、太陽の約束という歌が、出る予定です。はい、これ必ず出ます。はい、楽しみにしてます。それでまあ、オーガスタキャンプとかですね、今年オーガスタ20周年ということで、いろいろなんかなんでしょうね、みんな盛り上がってるという感じなんで、どっか街で見かけたらよっとか言ってやってください。そんな気軽でいいんですか。わかりませんけど山さんよっとか言って、ね、ギターを素で持ってることもあるかもしれないですね。元気づけてやってください、はい、勇気づけてやってください、リコピンちょっと差し入れそうです、リコピンもらってね、差し入れでお願いします。はい、はい、ね、まあ、FM802 的にはですね、4月30日にそうなんですよ、ロッキーズ8のリクステージ、そうですね、そうですね、はい、これもちょっとこうパッと立ち寄った手でね、風のように去っていこうかと思います。たっぷりたっぷり。そうですね、はい、お願いします。わかりました。はい、わ、はい、かりました。今日はですね、山崎正義さんもね、ライブそしてスタジオの方にもお迎えいたしました、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。突然すいませんでした。いいえ、とんでもないです。遊びに来ていただきたいと思います。それでは、ね、曲紹介していただきたいと思います。